僕らの別荘。なんかこの間公平に教えてもらったアイスがあって、ああ、すげえうまかったそれが。アイスボックス。アイスボックスじゃない。あ、チューハイ入れて飲むやつじゃない。あ、違う。あれ真夏以外飲まない。真夏以外食べない。アイスボックス。真夏以外食べない。よっぽど暑くないと食べないから。プールの終わりね、あと。プールの終わりはセブンティーンアイスだろ。いや、その人に言うんだ。俺アイスボックスだった。アイスボックスだったの。チョコミントアイスだよな。セブンティーン。セブンティーンの俺はキャラメルのやつだったな。あ、俺はあのソーダみたいなやつだった。ああ、あるね。ソーダのやつ、うん。セブンティーンのアイスはさ、コーンが入ってるタイプとさ、うん、コーン入ってなくて、あの、白い剣みたいなやつ、はいはいはい、うん。あるね。あれでフェンシングとかやったよね、なんかね。やった。ちゃんみたいな。やった。めちゃくちゃ戦ったわ。あれだってフェンシングの太田選手もあそこからだもんね。あそこから？あ、じゃあ、水泳やってたんだもん。多分、もともと水泳やってて、セブンティーンアイスから、確か銀メダルまで行ったんで、そうなんだ。取ったから、え？いや、銀メダル取ったから水泳始めたんです。銀メダル取ったから、あの、CM があんの。CM か CM? CM っていうか、その、あれがね。フェンシングがね。フェンシングの成り立ちは何ですか？フェンシングの CM？ セブンティーンアイスでフェンシングする CM なんかあった？フェンシング CM ないけど、うん、その、銀メダルが先だってことを言いたかった。え、今ボケてる？どっち？どっちお前？ボケてない。わかんないわ。よくわかんなすぎて。何？焦ってるだから。そんな堂々と座って。こんなやつ焦ってんの。めっちゃ焦ってる。なんか注目浴びて焦ってる。石井は俺たちさ楽しく喋ってるから邪魔すんな。この話、うん、3人用なんだ。そんななんで、うん、トークすねよ。トークすねよ。トークすねよ。トークのすねよだから。すまんな、これ3人用なんです。すまんな、ごめんな。アイス買ったって話でしょ。そうそうそう、あのアイス食べる今。え、食べる、ま、買ってきたの。美味しいの、うん、美味しいと噂。そう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 。あ、本当。え、あの買ってきてたやつ。そう、あれ入れといたやつ、あのさっき入れといて。あ、ごめん、食べちゃった。はっ、お前前回、ね、俺があげたから、そう、食べちゃった。いや、おい、やばい。ちょっとごめんごめん。何を言ってるんだ、何を。え、ごめんごめんって。ブチギレ？どうして？容疑者 X の原始人じゃん。どうして？容疑者 X の原始人の堤真一じゃん。どうして？石神だ。石神だ。あの最後のシーンのとこの。どうして？せっかくかばったのに自首しちゃった。だから。石神の演技だ。石神一の演技だ。俺そんなことした。捕まってる、ちゃんと手錠かけられて。養殖問題の人だ。養殖問題の人だ。隣やった。色が重なった。今は言わない。どうして今は言わない。解けなかったじゃん、養殖問題。いやいや、福山雅治。それを対応するときの福山雅治、最後のシーン。俺の推理のせいで幸せを壊しちまったの、福山雅治。実に面白い。言うな、そこで。人間って実に面白い。言わねえよ、そんなの。リュークじゃん。人間ってやっぱ面白いよ。スノードームで。スノードームでガンプしちゃって。天使が見た。ごめんなさい。ごめんなさい。同じ気がすな。ごめんなさい。自首しちゃってごめんなさい。どうして好きすぎるな。いや、起きちゃいかぞ、スノードーム、実に面白い。スノードームで真実に面白い。若すぎるだろ。